どうもこんにちは、ゆうへいです。さて今スーパーにね向かっているところでございます。今日はね動画撮るのはねやめとこうかなと思ってたんですよね。先週はアルバイト頑張ってやってましてですね、土日とかはね動画編集ほぼほぼずっとやってたんですけれども、でまあ疲れたから今日はゆっくり休んでね、まあ適当に飯でも食おうかなと、そんな風に思ってたわけなんですよ。そして YouTube を見ていたら、昔ねよく見ていたチャンネルの動画がポンと出てきたもんだから、それをまたちょっと見始めてしまいましてですね、でまあそのチャンネル、そのどういうチャンネルかっていうと、アメリカに住んでる女性、まあ、日本人の女性のチャンネルで、今はねもう日本に帰ってきてはるんですけれども、最近はまああまり YouTube 活動はねされてないみたいなんですけども、でその人のチャンネルの動画を、その僕がまあドイツにいる時にねポンとなんか一個見たんですよ。そしたらその動画に僕は衝撃を受けて、それからその人のチャンネルの動画を見始めたわけなんですけども、どんな動画だったのかっていうとですね、すごいねもう自然体なんですよね。カメラに向かって喋ってるんですけども、なんやろな、すごい自然体で、スーパーで買ってきたものをね紹介したりとかするんですけども、でその袋から取り出したクッキーとかを見て、あ1個食べちゃおうかなみたいな感じで食べ始めたりとかするわけですよね。なんか僕だったらなんか思いつかないっていうか、僕だったらこうやってカメラに向かってね喋ってる時は YouTube にアップロードする前提で喋ってて、なんというかこう喋ることに集中してるもんだから、スーパーで買ってきたものを紹介したとしても、なんか思いつきでパッとそのねクッキーを食べるとかさ、そういうのはねちょっと思いつかないわけなんですよね。だからその人の感覚的には YouTube にアップロードというよりも、なんか仲のいい人と喋ってるぐらいの感じの自然体な感じが出てるわけです。そしてその動画編集もねほぼほぼ、まあほぼちょっとカットを入れてるぐらいで、 BGM もテロップも効果音も全く何もなしなんですよね。でその当時僕もその YouTube やってて、僕はね結構編集頑張ってやってたんですよ、その時は。だからその何にも編集してないねその動画を見てね、しかも人間自体もすごい自然体と、その動画を見てめちゃめちゃ衝撃を受けたわけです。でその時のね、衝撃を思い出して、でその人のチャンネルの動画をねまたちょっとなんか 2,3 本見てしまったんですけども、それを見てねなんかこう初心をちょっと思い出したというか、激ゆるでもいいからね自然体の動画を僕もちょっと出してみようかなと思って、今こうやってカメラをね回し始めたわけでございます。まあどうなんやろ、僕もねそんなガチガチに緊張しながらね喋ってるわけじゃないんですけれども、あそこまで自然体には慣れきれてないなという感じがしますね。まあそんなこと、まあ、そんな感じでとりあえずスーパー行ってこようかなと思います。さてスーパー行って帰ってまいりました。買ってきたものはこちら、なんとうなぎです。うなぎを買ってまいりました。どうこれでかない、広告の品1000円です。ちなみにこのうなぎめちゃくちゃ冷たいんですけども、どうやって食べるんでしょうね。もう多分なんか凍ってたのかもしれないですね、めちゃくちゃ冷たい。とりあえずここにポンと置いといてですね、晩ご飯にはねまだちょっと早いんですよ、時間的に今まだ5時半なんですけども、はい、ドリンク買ってまいりましたのでね、こいつを飲んじゃおうかなと思います。おお。そしてですね、いつもだったら冷凍のご飯があるんですけども、ちょうど切らしてるんで、まずはご飯を炊きたいなと思います。さて、それではですね、ひとしきり、まあそののんびりしましたので、これからね、晩ご飯を作ろうかなと思います。一応ね、このうなぎだいぶねあったかくはないけども冷たくはなくなってきました。だいぶなんというかその室温でね
ぬるくなってます。そしてですね、まあ、うなぎと一緒にやっぱりね、お吸い物、これ欲しくないですか。でね、お吸い物は結構簡単にできるんで、今回はね、それを皆さんに紹介したいなと思います。まずはね、こういう普通のだしの素、だしの素を何ぼかこのお椀に入れます。適当、はい、こんな感じ。次に醤油、まあ適当ですね、これもこんな感じ。はい、そして増えるわかめ、これも適当にちょびっと入れておきます。これにね、熱湯を注げばお吸い物完成なんですけども、今やっちゃうとちょっと早いので、後でね、熱湯を注ぎたいなと思います。というわけで、こいつですよね。うなぎのかば焼き、広告の品1000円ということで、こいつをね、どうにかしたいなと思います。もうそんなに冷たくはないんですけどね、まああったかくはない。おお、ラップを剥がすとこんな感じ。なかなか美味しそうですね。ちなみに僕ね、あのタレを買ってないんで、このここに溜まってるタレを取っとこうかなと思います。ここにね、ちゃんとあのコップを用意してるんで、タレはここに垂らして、おー危ない危ない、取っときたい。おー危ない危ない、肉が、おー危ない危ない危ない、ちょっと待って待って、タレだけ取っときたんですけども、お肉もね、ちょっと落ちそうになりました。タレをここに取っときたいなと思います。このタレをご飯にかけるわけですよね、おそらくね。よし、それではタレをね、ちゃんと取ることができましたので、次のこのお肉をね、切っていこうかなと思います。これはさすがにでかすぎる。おー、いいね。さて、それではこのうなぎ、全然あったかくないから、電子レンジでね、ちょっとチンしたいなと思います。どうなんやろう、チンしていいものなんでしょうか。それでは炊きたてご飯オープン。どう？はいはいはい、いい感じの20穀米となっております。それではね、これをご飯に盛り付けたいなと思います。じゃじゃん、完成。土曜の丑の日、うなぎでございます。どう、これなかなか美味しそうなんじゃありませんか。そしてこれは即席のお吸い物、そしておビールですね。こんな感じの晩ご飯です。さあ、どんな感じなんでしょうか。本当に自分でうなぎをね、スーパーで買ったことがないんですよね。こんな感じでございます。どうこれ、美味しそうやね、結構ね。ではでは、いただきます。うなぎね、そんないっぱい食べたことはないかもしれないですね。ではうん、あ、なるほど、なかなか美味しい美味しい。うん、ふわふわっすね。うまいうまい。一体うなぎを食べたんいつぶりやという感じではありますけども、食べてみたらなかなか美味しいですね。うん、味が濃い。うん、うまいうまい。まああの、お寿司とかでね、たまにうなぎを食べてるかもしれないですね、よく考えてみたら。うん、だけどこんな風にしてうなぎ丼、うな重みたいな感じでうなぎを食べたのは、数年ぶりやと思いますね。うん、うまま、これはかなりご飯が進む。それでは僕のね、めちゃめちゃ適当なお吸い物、これいってみようかなと思います。どんな感じ。そう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 、まあまあ特に問題ないね。うん、うまいうまい、お吸い物という感じがしています。めっちゃ簡単にできますね、このお吸い物は。
うん、うまっ。こういうね、熱々のものがあるとなんかこう体がねふわっとこう癒される感じがするんですよね。そしてそこからのうなぎ、それにしても自然体でいられるってすごい大切なことですよね。自然体じゃないということはある意味ちょっと無理してるっていうことですもんね。だからその自然体でその状態をこの YouTube にねアップロードできるってなかなかすごい能力なのかなとも思うんすよね。多分ねこれってね僕のものすごい偏見かもしれませんけども、男性よりもね女性の方が上手なんじゃないのかなとも思うんですけどね。なんかこう女性の方が感情豊かな感じがするのでね、それをそのまま出せば結構な勢いで自然体ですよね。だけど男性の方がなかなかこうね、その自分のね感情を表に出すのが下手なので難しいのかなという気もするんですけれども、この YouTube 上においてねやっぱ自然体でね頑張れるってなかなかの強みになると思うし、無理してね頑張ってもやっぱり長くは続けられないですよね。ええ感じでその頑張って続けられる、そういうねその塩梅というかバランス感覚というかそういったところを見つけてね頑張っていきたいなと思うわけですよね。僕のこの YouTube チャンネルね、最近ようやくチャンネル登録950人を突破したわけです。でさ、その僕はその YouTube 活動今現在頑張ってるんでチャンネル登録を伸ばしていきたいわけですよね。だからチャンネル登録伸ばしたいわけやから、どうやったらチャンネル登録伸びるのかなとかって考えていろいろやるわけですよ。そうなってくるともはやねそれって自然体とは言えませんよね。チャンネル登録をさ伸ばすためにああだこうだやってるわけだから。なのでその普通にね自然体でやるということはよ、自然体でやるということはチャンネル登録をさ伸ばすっていうことをあまり意識しないっていうことになってくるのかなっていうことですよね。だからそのチャンネル登録をあまり意識しないで別にね増えなくてもいいやみたいな感覚でなんかこうね身近な友達とかね先輩とか同僚とかと喋るみたいな感じで動画をアップしていった方が実はそのチャンネル登録って伸びやすいのかもしれませんけども、なかなかそれができないで結局なんか悪循環なことをしちゃってる、そういう感じもねするんですよね。まあちょっとごめんなさいね、今僕いろいろ喋ってますけども何を言ってるのか分かりにくいなという感じもあるかなと思うんですけども、うなぎがね今回1000円でね売ってたということで結構安いじゃないですか。こんなでっかいうなぎが1000円なんで、だからとりあえず買ってみました。まあまあね、これが僕の自然体の、日常という形ではないですね。まあ僕の自然体だったら多分ねうなぎは買ってないです。一応この YouTube にアップロードするということを意識してうなぎを買っております。1000円つったらね僕の日常の晩ご飯にしては高いですから、だいぶ高いだいぶ高いんですけども、まあ YouTube にアップロードするという前提で買っております。まあ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 ね、はい、というわけで今回の動画はこの辺で終わろうと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。